こんにちは。熊本のバスを釣ろうの Vlog の深夜です。動画をご覧いただきありがとうございます。今日は今年初のボート聴講ということで氷川ダムに来てみました。本来だったら、聴歌優先させるんだったら加瀬川だとか、萩尾ため池とかの方がまだ可能性はあると思うんですけれども、この時期あえて氷川ダムに来てみました。っていうのも、この時期氷川ダムに来たことがなくて、でどんな状況なのかなっていうのが知りたくてちょっとやってきました。あとこの時期に釣れたらすごい嬉しいなということで、ロマンを求めて氷川ダムにやってきたわけなんですが、寒いですね。今外気温がマイナス1度とか0度とかみたいなんですけれども、さっき水触ったらめちゃくちゃ冷たかったです。なのでもう1本取れたら奇跡じゃないかなというぐらいのレベルなんですけれども、その奇跡をつかみ取ることができるように頑張りたいと思います。あとこれから先しばらく家庭の事情でボートを出しての釣りができなくなっちゃいますので、僕の中で一番思い入れのある氷川ダムで、最後に釣りをして華々しく散りたいなと思って氷川ダムに来ました。いやー釣れるといいですね。で今が、8時40分ぐらいですかね。氷川ダムの湖面利用時間が9時ですので、タックルの準備とかして9時まで待って、9時からボートを出して釣りしようと思います。ということで、最後まで動画をお楽しみください。よし、じゃあ準備もできましたし、9時を過ぎましたので今から釣りしていこうと思います。で気になる水温なんですけれども、今スロープ出たところで 6.05 度ということで、かなりしびれる水温ですね。こりゃやばいっすね。とりあえずまずはそのフェンスを抜けてみようと思うんですけれども、今日は戦略としてはディープ狙いですね。でダム湖半分より手前は比較的浅いところになるんで、半分よりダムサイト側、そこをメインにやっていこうかなと思います。フェンス越えたりもっとダム湖を下ったりすると水温上がってくれるんじゃないかなと思うんですけれども、二桁台はいかないでしょうね。スロープエリアからフェンス越えて今橋の下を過ぎようとしてるんですけれども、水温は7度まで上がりましたね。やっぱり下に下るほどもしかしたら上がるのかもしれないです。少しでも上がってほしいものですね。じゃあまずは朝一ということでクランク投げてみます。コンバットクランク480ですね。いやー全く反応ないっすね。ベイトフィッシュの反応があったらまだいけそうな気がするんですけど、なかなかベイト、ワカサギですね、影が映らないですね。そのうちどっかでバッティングするとは思うんですけれども、ハイシーズンはここはもうすごくいいポイントでかなりバスのキャッチ率があるところなんですけども、やっぱり冬はそう一筋縄ではいかないですね。
全く反応ないっすね。難しい。あー、やっぱ日陰に入ると寒いっすね。この冬とか気温の寒い時期って日向と日陰どっちがいいんですかね。なんか友達は日陰の方がいいって言ったんですけど、なんか水温高くなりそうだから日向の方が良さそうなんですけどね。でもなんか友達が言うには、そのバス、まあ魚ってまぶたがないから光の強いところよりも弱いところを好むって言ってましたね。まあどんだけ日が当たってても、もう水中、特にディープ10メーターぐらいだったら日の光ってほとんど入ってこないと思うんで、一緒だと思うんですけど、どうなんでしょう。どなたか知ってる人がいらっしゃったら教えていただきたいです。あー、つれねー、喜びがない。よし、ちょっと大移動しましょう。対岸に行きます。こっち側は水温が8度台ありますね。向こう岸よりもこっち側がいいのかも。じゃあゴールドディガー600のドラッキングで深いところを探ってみたいと思います。うわ、バッククラッシュする。釣れない。釣れないですね。よし、もう一回深いところに戻りましょう。やっぱり可能性があるとしたらここら辺だと思うんですけどね。最後のヒカアダム兆候なんで、できれば一本
って有終の美を飾りたいんですけどね、どうしよう。さあ、去年何度も僕の窮地を救ってくれたドライビーバーのフリーリグ 7g ですね。これで底取ってみましょう。最後は橋脚、橋脚っつうか橋の下あたりを攻めてみたいと思います。今日一度も手つけてなかったエリアですね。いやー釣れない、このままだと坊主になります。ん？違うなんだ根がかりかい。よし。残念ですけれども、時間が来たんで、ここで、納棺とします。釣れなかった。まあ、釣り始める前からだいたい感づいてはいたんですけれども、難しいっすね。1月のリザーバー、初めて1月の氷川ダム来たんですけれども、もう手も足も出ませんでした。いやでも楽しかったですね。もうあれやこれやいろんな手を使っていろんなルアーを投げて、で結果的にもうノーフィッシュということだったので、もう悔いはないです。しばらく、そうですね、早くて半年、長くて1年以上はちょっとボート出して釣りできないんですけれども、まあ最後にふさわしいいい釣りだったんじゃないかなと思います。よく言えば1本ぐらいはバス釣りたかったんですけど、まあそんなうまくいかないのがバスフィッシングですので、今回の課題は次のボート調校の時に晴らしたいと思います。じゃあ湖面利用時間の17時近くになりましたんで、これから片付けをして、ボートを積んで帰宅したいと思います。いやこのボートにもだいぶお世話になりましたね。何年乗ったかな、まあ今生の別れっていうわけではないんで、まあしばらくしたらまた乗るんですけども、しばらく乗れないのはちょっと寂しいですね。はい、じゃあ片付けますか。ということで今回の動画は以上となります。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。完全試合。